ということで、もう早速登場していただきましょう。上村文子さんです。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。すいません。早口でカミカミになってしまいました。1週間ちょっと空いたらね、どうしてもリズムがね、なんか焦ってきますけども、まあ本当に台風でね、10月は本当にすいませんで、もう。めっちゃくちゃ焦りましたからね、本当にあの時はね。まあでも逆に思い出深い、そう逆にねすごく思い出深くなって、ね、で出版も終えた後でね、こうやってゆっくりとこういろんな出版の本の、経過も見ていただいて、海の親でもありますからね、本当にそういう部分ではいろいろとちょっとまたね今日は1時間ほどいろんなお話をと思ってます。はい、はい、まず最初にのりこさんって僕読みかけたんですけども、実はそのふみこさんとね、本当に文学という感じでございますんで、上村のりこさんの方、ふみこさんの方から、自己紹介の方よろしくお願いします。ありがとうございます。上村ふみこと言います。仕事は、書籍編集者の仕事をしてるんですけど、事業としては出版エージェントということで、出版社に勤めてる人間ではなくて、ずっと出版社に長く勤めていたんですけども、今はご紹介にあったように2012年に退職をして独立をして、出版とエージェント事業、何をするかというと、著者の方、作家の方と出版社を結びつける、そんな仕事をしています。出版社はお付き合いあると、今うちの担当も頑張ってて、すごい数の出版社さんとお付き合ってて、そういうことで言うと私は一社で勤めている時よりもいろんな出版社さんと付き合えるので楽しいなと思って毎日仕事しています。青山学院大学の非常勤講師で、出版ジャーナリズムっていうのも教えてまして、学生たちにも本作らせちゃうと、人類全部本出したらいいというのは学生の頃から洗脳しようみたいな、そんなことでもありますけど、はい、ということで、本に書籍ですね、まつわる仕事を本当に、学校卒業してから、20代は子供2人産んだのでちょっとお休みしてるんですけど、長らくさせていただいて、池端さんともご縁があって素晴らしい本のお手伝いをさせていただきました。今日はよろしくお願いいたします。いやありがとうございます。よろしくお願いします。いや本当にね、上村さんのお話を聞いてると簡単に本が出せそうな気になるんですが、全ての人に本をって、はい、でもこれは僕が本当に、はい、20代の頃に本が書けるような人になりたいなって思ってたんですね。で、今56になってようやくですね夢が達成したんですけど、このやっぱり持ち続けてるとなんかきっかけができて本出したいっていうタイミングにちょうどこうぴったりとあってね、オーディションがあったんですよね。そのオーディションの時に実はその審査員の中として上村さんもいらっしゃって、男性2人の中で上村さんが女性で3人の方にオーディションねしていただいてめっちゃ緊張しましたけどね、プレゼンをさせていただいて、まあそんな流れがまあ2年半以上前にあって、でそこから2年半一応出版やりましょうっていうことで言っていただいてから、結構最初に聞いた言葉がまずさらっと言われたが、まあ、6万文字は最低いいよねみたいな感じで言われて、そこから始まってるのでまあご覧の皆さんもね、ちょっとこれ、まあ、僕がこれずっとこうその2年半前からずっとこう資料を、上村さんとかいろんなアドバイスをいただいた方の資料をいただいて書いてたんですね。で読み解いてたんです。今日はせっかくゲストで来ていただくので、なんかこうと思って見てたんですが、あれですね、これ出版をするという、この出版したい人、したない人、まあしたないっていうことはないんだけど、なんかこう、すごくそれはハードルが高いからっていうことで諦めてる方もいらっしゃるかわからへんけど、出版を勉強するとすごく自分の人生にプラスになるなって僕本当に思ったんですよ。ですよね。はい、そこをちょっとまず、はい、まず。そうですね。なので私も編集者としてはちょっと異端児で、出版社の編集者っていうのは、読者のために本はあるので、みんなが出版しましょうってあんまり言わないんですけど、私は、まあもちろん、最終的には売れる本というか、読者のための本を作るんですけど、その前に著者の方と企画を作っててもめちゃ楽しくて、で、出版業界が今ちょっと斜陽なんですよね。苦しい段階に。みんなネットとかの情報で、出版、本って売れなくなってきてるところがあるんですけど、それはもっともっと面白い本作れば売れるのかな、みたいな、私は思っていて、その時に、もちろん出版業界の人間も頑張るんですけども、
著者の方が、作家の方が本出したいと思っていただかなかったら、そこは豊かにならないじゃないですか、私は思って。で、著者の方に働きかけをして、本作ろうってことをね、ナビゲーションしてるんですけど、その時に私が、その時はその、だから著者の方が喜んでいただかないと面白い本ができないっていうふうに思っていて、それで、なんでしょうね、著者の方の言いたいことは何かなっていうところを掘り下げてから、言いたいことにするっていうことをやっていたらですね、独立してから、それがその著者の方が生きる目的が分かりましたとか、ミッションが見えましたとか、どんどんテンションが上がっていくんですよ。で、それに私びっくりしてしまって、あ、こんなに元気になるんだったら全員本出せばいいのにっていうのは、ちょっと安直な考え方ではあるんですけど、思っていて、また本当にまさしく木端さんがおっしゃっていただいたみたいに、すごい考えるじゃないですか。それがちょっと苦しませて申し訳なかったんですが、とってもいいことじゃないかなって、すみません、編集者としては思っています。いや、本当に苦しい、マーサさん、ふみこさん、はじめまして、よろしくお願いしますとコメントいただきまして、マーサさんって僕も今、お友達で、はい、なんですけど、はい、多分また本出したいって言うと思います。よろしくお願いします。ね、やっぱりこうご自身で仕事をしてる方っていうのはどうしても自分のコンテンツをどう世の中の方に伝えるかっていうことにやっぱり共通することはやっぱり文字に起こすとかね、分かりやすく伝えるってことになると思うんですが、もうそれがまあ僕がめちゃくちゃ下手だったもんですからね、はい、かなりスパルタにいろいろアドバイスいただきましたよ。これね、たまたま、うん、今見た2018年の一番最初に城丸さんのコンサルを、うん、そのズームでコンサルをしていただいた、はい、記録があって、はい、懐かしいなと思って、はい、7月18日でした、はい、まずはターゲットを絞りましょう、ターゲットとか見る人ということでかなりそこから考えさせられて、で類書のこれどこまで言っていいか分からないけど、類書の調査って言って、はい、本屋さんに行っていっぱい自分の出したい本のものをいっぱい集めてそれの特徴を一覧にしてっていう宿題とかいっぱいあって、ね、なんかそれをずっと見ていった時に、あ、これをしたことによってやっぱり俯瞰していろんなことを自分が今どこの立ち位置にいてどういうことを伝えたらいいかってことがすごく冷静に分かってきたと。そうですね、うん、その話していいですか。やってお願いします、はい、その調査の仕方が分からないで著者になりたいと思って本屋さんに行くと結構しょげて帰ってくる人が多いんですよ。で、私たち業界の人間からするとそれが仕事なんですね。売れてる感出すってのは編集者の仕事なんですよ。売れてる感出さないと出せないので、だから極端なことを言うと、すいません、まあ、はったりつっちゃえなんですけど、まあ、そうやって、ね、書店を飾ってるので、そこに新人の著者とか行っちゃったら、やっぱりしょげて帰ってくるのは当たり前ですみたいな思うことがあって、まあ、あれですよ、悟空が天界一武道会に行ってしょげて帰ってくるのと一緒で、なので、やっぱり類書の調べ方っていうのをお伝えしてから調べて、おっしゃっていただいたように、冷静にものが見られるので、そうすると、自分の立ち位置の中で強みが見えてくるので自信になるんですね、私からすると。それもね、武器がないまま戦いに行ったら負けて帰ってきますよって、私の感覚ですね。ちょっと苦しんでいただいたんですけど、それはそういうことをしたっていう感じですね。いや、確かに本当にしょげて帰ると思いますよね、何も知らないままずっと。いや、こんな今更、こんな僕だったら無理やわみたいなことをやっぱ思うこともやっぱありましたからね。うん、読者として見てるときは楽しいんだけど、今度著者として見たときにはやっぱり世界が一変するので、結構しょげて帰ってくるのそれもったいないなと思ってて、私からするとまだ隙間だらけなんですよ、マーケットは。全然この立ち位置いけますっていう感じが、それはまあね、長年この職人みたいにしてやってるので解像度が高く見れるので、はいはいはい、全然いけてますよってすごい思うんですけど、それを自分でやっぱりも信じてもらえないと、ずっと私がついてるわけではないので、ご自身に自信をつけてもらうために、優秀の調査とかもしていただくんですが、うんうんうん、最初はきついですよね。すいません。そうですよね。なんかでもこれ、出版業界で本を出さないの、その人ではなく、これ何かに共通して言えることってやっぱありますよね。ある本では関係なくても、どっかの業界で仕事として自分が売りに出そうとしたときに、っていうこととよく似てますもんね。似てます。やっぱりコンテンツ化、これからコンテンツ化の時代じゃないですか。物ではなくてことを買うって言って、さらにコンテンツを買う時代だと思うんですけど、
それの訓練のために、あの本を出すってのは、そのためにもすごい自分の言いたいを知りたいにするとか、うん、業界の中でどういうポジションを立てるのかとかいう、コンテンツを売るためにもものすごい勉強になるなと私は思ってます。ですよね。うん、あのちょっとですね、本出しますって書いてくれてますからね、見てください。はい、マーサさん本出します。うん、私も、うん、出しましょう。もう果てねじゃなくって出しますって言ってください。はい、ということでそうですよねっていう、もう早速ですね、あのはい、武器を明確にするとは大切ですよね。うん、ということであのあちょっと待ってくださいよ。はい、類所長者を大事、花の井さんも、はい、あのコメントをいただきましてありがとうございます。調査をされたことがあるんかなということで、まあ、本当にこの、調査というか、やっぱり分析、いろんなことをね、今自分がどこにいてるかというと、本当に立ち位置が分からないと、どっち進んでいいか分かりませんもんね。蜂の武蔵に戦っちゃいけない相手と戦うことがあるんですよね。うん、ちゃんとポジションを立ち位置を考え、立ち位置がターゲットを考えると自分の立ち位置が見えるということなんですよ。うんうんうん、そこをかえってなんかすごい人とばっかり比べちゃって、かえって負け戦をしちゃうっていうのは調べないと出てきちゃうって感じ。なるほどね。そうですね。もうなんか最初からすごくこの専門的なことになってきて、なかなかみんなあの多分これ本出したい方にはどんどんこう聞きたくなるですものようなこと、ほらもう結構みんなですよ。はい、ですです。その事例を話してもいいですか？ぜひお願いします。ぜひお願いします。あの例えば女性の、例えば主婦の起業家の方が、あのこれセミナーでもよく話すんですけど、起業したいって言って、昔だったらば、じゃ経営ですねと、会社経営ですねみたいなことで、じゃあ松下幸之助さん呼びましょう、稲盛和夫さん呼びましょうってなったんだと思うんですけど、今はそうではなくて、その主婦で起業したい方は、当然松下幸之助さんの本読んでも参考になると思うんですけども、主婦起業家の方が書いた、例えば、まあ、主婦の時間の中で、どうやって子供と時間のね、折り合いをつけるかとか、どうやって夫とを説得したかっていう情報が、その主婦の方でしかわからない情報ですよね。松下幸之助さん絶対書けませんよね。だから主婦の方が起業したいと思った時に、主婦の方の先輩で主婦起業として成功された本を読むっていうのは、そこにちゃんとターゲットを考えた時の自分の強みがあるので、やたらなんか、経営だからと言って広げちゃって、松下幸之助さんと戦う意味はないっていうか、ちゃんと強みのポジションがあります。そんな感じなんです。今の、ね、よく分かりやすく伝えましたけど、そんな風にどこのポジションも絶対に隙間があるんです。なんかあの出版の本を出すためのコンテンツ の, そ の, なあの、指導の仕方もそうですけど、このお伝えする方法もすごく分かりやすいですね、さん。これ私ね、やっぱ8年間やってきたから初めて分かった感じなんですね。出版社の編集者でやってた時は絶対伝えられないんです。出版社の編集者やってる時には、どうして企画書を書けないんですかみたいな。なんでちゃんと言葉出さないんですかみたいな。そう、パンがなければケーキを食べればいいのにぐらいに分かんなかったです。はあはあはあ。で、8年間どうしたらその著者の方に短い伝達で分かっていただけていい企画を作ってもらえるかってことをずっと研究してるんですね。今でもだから修行中だとは思ってます、私は。まだまだ著者のことを分かってないと思ってるし、もっと伝えやすくなったらもっと面白い方が出ると思って研究してるんですけど、まあ、そう、でも、8年間やってきたので、いっぱいそういう言葉を持ってるっていうか、ちょっとオタクというか病気なんですね。この研究においては、もう、全然飽くなきというか、まだまだだと思ってるんで。でも、でもそのなんか、松下幸之助さんの話も、すごく分かりやすいと思うんですよ。だから男性社会から今どちらかというと性的なこと、要は、何でしたっけ、男性も女性もそういう性別なのかも関係ないというね、そのハードルがすごく昔はそうではなかったと思うんですけど、そういう部分ではその受け取る側もすごくその柔軟性、多様性が非常に出てきてるので、そうですね、僕その本のことは全く詳しくないんですけど、まあ、本来はその紙に書いて本という形とデータでこう今見るありますよね、ネットなんかでデータに見れるっていう両方あると思うんですけど、
ちょっと聞いてみたかったのは、その業務さんなんかのやっぱり本としてこうどしっと重みのある本、はい、要はデータ化する どんなもんどっちがいいんですかとか、そんなんあるんですか。多分なんでしょうね、うん、両方ともいいところがあって、はい、それが自然に今分かれている感じだと思うんですけど、データであればやっぱり本ってやっぱり物理的にいっぱい、まあ後ろにはいっぱいありますけど、はいはい、これ以上言ったらまた事務所が沈没するんじゃないかと思うそんなふうな物理的な制約がある、あ、まあ、物理的なものは制約でもあるし、まあ、感触としてもあるので、メリットもあるし、データだとやっぱりたくさんの情報量を本当にタブレット一つで、ね、収録できるとか、そういうメリットがあったり、検索機能がいいとかあったりするので、だから出版業界の中でも辞書とか真っ先にデータ化されましたし、今でもやっぱり情報がみんなデータ化されていくので、本としての来るべきものと、データとしていいものっていうふうに分かれてきてると思うんですね。うんうん、なので、どちらがいいってことでもないんですが、ただ、ちょっとこれ余談になりますけど、まあ、これ池田さんとかも現役でこのビジネスされてる中で感じてらっしゃるかもしれないんですけど、データっていうかネットっていうのはすごくその麻薬的な効果があるじゃないですか。簡単に方法が入って簡単に答えがわかるみたいになる中で、うん、本っていうのは結構根気強く集中力を持って自分で読み解くっていう、そういう力を、ね、養成させてもくれるんだけど、それをだから安易に避けてしまうと、そこの能力が培われないので、そういう意味では、なんかちょっと偉そうなことを言うわけではないんですが、本を読むっていうその習慣自体は、やっぱり人間の能力として、非常になんか、訓練してくれるものがあるので、ちょっと億劫でも、自然にそのユーザビリティで分かれてくるね、データと本って分かれてくるところありますが、本を読む訓練をするのは、うん、すごくその、なんですかね、人として成長する一つの大きな、タームだなって私は思いますね。深いですね、今の言葉、さすが業界のなるほど、そうですね、なんか重みがね、今なんか簡単にこうクリックしたらちょっとこう適当に知った感じになるかわからないけど、まあ私僕もそれちょっと賛成ですよね。どっちかというとあれですね、まあ、セミナーなんかでも動画で見るのと、ちゃんとリアルにその人のあったその前で受講してパワーを受け取る、その熱意を受け取る、その感覚ってやっぱエネルギーが違うように思うんですよね。そうですね、だからやっぱり重み感じる方が僕は好きなんですよね。そうですね、だからやっぱり本がその手元にあって自分を守ってくれるっていう感覚はやっぱりタブレットでは持てない。きっと多分皆さん、なんかこの一冊が自分のいつも懐刀なみたいな本があると、やっぱ物理的に守ってくれる感じはね、すごく、あるんじゃないかと。わかります。本当に。いや本当に今回、まあ今日のこの放送がですね、結構僕の本のねことももちろん、はい、もう嬉しいからね、前回紹介させてもらうと、まあ、決め手は1ミリ美マイメイクというこういう本になるまでには相当ああだこうだって小立てもですね、やり直し何回も食らいながら、いやこここうしてああしてとかいろいろと突きつけられてですね、だいぶ宿題何回もね上村さんに言われてやったんですけども、なかなかすぐ理解ってできなかったです、やっぱり最初の頃は、そう普通に書いてあげるんちゃうかなと思ったんですよそれがね、だんだんやっぱり分かってきてですね、自分のこのわがまま気ままに書いてるだけやったんやなってことが分かってきたんですよね。私の方でもすぐ分かればいいんですけど、やっぱりそこは何でしょうね、読者が解釈してくれるわけではないので、私の方ではやっぱり読者視点というかを頑張って、何でしょうね、粘り強く、まだわからないということはすいません、伝えてさせていただいて、でちょっと話がまたそれるかもしれない、私はやっぱり1ミリが出てきた時にブレイクスルーしたなっていうふうに思いましたね。で、まあ、普段もそうなんですけど、ある種、なんだろう、落とし込みみたいなものが、2段階あって、最初はこの方向性でいこうっていう落とし込みなんですけど、次は、あ、ここで最終的に締めるんだっていう落とし込みの 2段階大概あるんですよね。で、最初は方向性は間違ってなくて、まあ、そのオーディションの時にも、すごい、私が興味引かせていただいたのは、メイクでありながら、その心理的なものも入っているっていうのは、さすがやっぱり男性のメイク師さんでいらっしゃるっていうところが、すごく差別感あるなと思って、すいません、おこがましいです。睨んだ通りのいい本ができましたと。すいません。けど、まあ、その狙いがあっていてというか、その方向性で絞っていくんですけど、ただ、じゃ今度読者視点でどこに落とすかっていったときは、やっぱり、眉の1ミリっていうそのコンセプトが見えたときに、あ、これいけたなっていうか、うん、あ、ここで落とせばいいんだなっていうのは、私の方には見えてくるんですけど、
それがすみません、やっぱり人間と人間なので、どこでそれが私が見えるかっていうところまでは、やっぱりディスカッションさせていただいたりとか、やり取りさせていただいたりっていうのは、うん、ある。で、それがまあ結果的に池田さんの方でも、なんかそういうことをしてるんだなってご理解いただく時間でもあったのかなって思うんですけど。そうですよね。これがもし、例えば半年内に、本出させてくださいみたいな感じで焦ってしまうと、うん、結局そのフラストレーションになりますし、お互いにもその理解力が全く、うん、そうですね、伝わらない状態、うん、なぜそうしてるかがわからない状態になってたと思うし、うん、そうですね、まあ、今回のテーマでも今言われた通り、僕本当にオーディションを受けた時に、女性にまず城村さんが面白そうって言っていただいたんで、もう本当に嬉しかったんですけどね。 ですけどやっぱり2年半そこからかかってるということは、もうやっぱり、いろんな本を比較したい、これまあ皆さん聞いといてほしいの、結構皆さんもあると思うんですよ。誰かと比較したり、いろんな比較すればするほど結構自分って、ダメだなと思うこともあると思うんですよね。比較すればするほどね。でもそれすればするほど、逆にでもないもの、自分人にないものを探そうということに結局なっていくわけですよね。そこがものすごくその1ミリという世界に僕は落とし込めたっていうのが、まあ、本当に嬉しかったし、そこを見抜いてくれたっていうね、城村さんにはね、本当に感謝申し上げます。はい。本当に根気強く。根気強くね、本当に根気強くやってよかったです。はい。まあそういうことでね、本の話、まあもちろん今日は本の話になるのは分かってたんですけど、まあその本と、まあ、女性の皆さんが、まあ、元気になるためにということがこの放送の、まあ、メインコンセプトなので、まあ、元気になるためにはということで、今、城村さんもね、言われてましたけど、著者になるということは、まあ、ある種その先ほども言われたように、私は何者であるか、どういうふうに社会貢献をするのかということが明確になるということで、ね、書かれてると思うんですけども、まあ、そこはどうでしょう、まあ、例えば主婦の方でも社会貢献できるよとかね、本出せるよということになると思うんですけど、うん、社会で生きてきて、何らかしらこの、なんでしょうね、まあ、ビジネスをしてたりとか、子育てをしてたりとか、社会の関わりゼロで生きてる方って、本当少ないと思うんですよね。うん、何らかしらの活動をしてる、されてると思うんですけど、そこがやっぱりきっかけであって、それをやっぱり概念化する、何なんだってことを明確にするというのは、出版をするって作業だと思うんですね。あと、もう一つ申し上げたいのが、その出版をするって決意をしたときに、じゃあどういう社会貢献がしてるかってことが明確になるので、ご自身がやってることの活動が、どんどん活発化するというか、まあ拡大化っていうか深くなってくるって私はすごく思うんですね。今まで、まあ何気なくで、何気なくでってことはないのかもしれないんですけど、これが、例えば言葉としては儲かるからとか、なんとなく得意だからっていったものが、あ、これをやりたかったからこれをしてたんだとかいうのが、路線が明確になるので、ご自身のビジネス自体が、あるいは活動自体が非常に活性化されるっていうのはあるので、やっぱり両輪なんじゃないかな、私は、うん、思いますね。いいですね。そうですよね。うん、もうそれはでも本当にやってみたからこそ分かるんですけど、まあ僕はたまたまその本を出したいっていうのが、なんかこう夢があったからやってた。でも別に本出さなくてもいいよっていう方に向けてでも、なんか今すごく響く言葉やったと思うんですけど。あ、そうなんですよ。で、本出すって出さなくても死なないんじゃないですか。はい、ねえ、別に。そうそうそう。うん、だから私は本出してくださる方、すっごい尊いと思っていて、はいはい、その勇気というか、だって社会にちゃんと自分、まあ、ビジネスネームでも全然いいんですけども、社会に対してちゃんとコミットするってことですよね。自分はこの、コンテンツを皆さんにご提供して、社会貢献するっていう、ある種、そのプレゼンテーションだと思うんですけど、それをするって究極のアウトプットだと思っていて、で、それをしてくださる著者の方は、本当に私は、称賛というか、尊敬を持ってるんですね。だからこそ、やっぱりそこに、プレゼンテーション出るところまでは、私もだから甘くなれないっていうか、ちゃんとやっぱりこだわって、いいもので出していきましょうっていうふうに今、思うんですけど、逆にその訓練をしていただけると、すごく自信も持っていただけると思うし、その、本出てしまえば、もう先生じゃないですか。読者はもう容赦ないっていうか、その、私なんてって先生に言われてしまったら困るわけで、もう池端先生に対して信頼を持って読者が行ったときに、読者が、がっかりしないような先生で行っていただくっていうことが必要なので、やっぱり本出すって行為の中で非常にまあ、自信も生まれると思いますし、もう社会とのつながりも生まれるんじゃないかっていうのは思いますね。わあ、なんか本当に、いやいや、本当その通りですね。いや、なんかちょっと、
自分でもそうですけど、これマザさんも書いてます、比較すると、確かにへこみますということでね、人と比較すればへこみますけども、なんかそのそれをあえて宣言してこう世の中に、いやでも僕はこういうふうにやってます、人にできないことを差別化してこういうところはやってますみたいな、たった一つでもいいからそれを言い切るっていうのは大事だっていうことをね言われてましたよね。そうなんですよ、なんか遠慮なく表現するんじゃなくてね、そうなんです、そうなんです。なのでさっきのね松下幸之助さんの投資企業の話の通りに、比べて当然のことなら、だって自分より優れた人はもういっぱいいるわけですから、でも自分ができることはこれで、だってその方の人生の中でやってきたことだから全然他の人が真似できないことがたくさんあるので、そのことを明確にするっていうことなんだと思うんですよ。もう自分よりすごい人に対して自分はすごいんだぜって拠点を張るんではなくて、自分のプレゼンテーションをしっかりそのご自身の立ち位置でするっていうことをすると、今日もう一つ話したかったのは、木端さんにはぜひ2冊目を書いていただきたいんですけど、著述家を続けるってことがやっぱりスパイラルアップのすごく私は秘訣だなっていうふうに、思います。一冊で終わるのは一番大変な、何でもそうじゃないですか。最初はね、01が一番大変なので、1月からやって、だんだん楽になっていくっていうか、そういうことだと思うので、その体験をしてもらいたいって感じがしますね、すごく。わかりました。2冊目。やりましょう。いや、もうね、いや、もう、味を占めたんじゃないんだけど、なんか、生みの苦しみって、一回、今言われたように、本当に、一回経験すると、次はちょっとなんか楽になる気がします。ちょっとします。で、なんか、これでと、そうなんです。止まるのがもったいない気がします。そうなんですよ。せっかくというか、やっぱり2冊目、3冊目ってやってきて、見えてくるものがすごくあるので、だから本出すってのは単純に出版社が本出してくれたってことだけではなくて、やっぱりそこにまつわる体験、著者の方の、それがやっぱり大きいって私は思いますね。ですね。いや、これ本当にご覧の皆さん、僕が本を出して有頂天になって喜んでるってそういうことで言ってるんじゃないですよ。でもこれ共通して皆さんに落とし込んでください。何か新しいことにチャレンジしてそれ一回成し遂げたら次また何かっていう気になりますよね。これで止めてしまうともったいないっていう気がものすごくやっぱあります。やっぱり一回経験したことをまた次の経験に生かしてっていう感じがあるので、ぜひそういうところはね、で今ちょっと聞いてて思ったんですけど、皆さん分かります、この城村さんに乗せられる感分かりますよね、こうやってね。僕もこうしてですよ、結構スパルタに言われたけども、でも頑張ってみようかなっていう気になっていろんなことをやったわけですよ。だからもしね、出版をもしされたいっていう方があればね、ぜひぜひ城村さん のアドバイスを受けられたら本当に愛情はたっぷりで、甘いだけではないです、厳しさももちろんありますけども、すごく奥の深いところまで見ていただける方なんでね、ちゃんとおすすめでございます。ということで、はい、2冊目待ってますが、ひとちゃんありがとうございます。いや、ありがたい。ひとちゃんもちょっと協力いただいて、この本の中にね、掲載させてもらったんですよ。成功事例ということでね、本当に、なんか、受講された方がこうやって成果を上げるっていう事例はね、本当に僕ら嬉しくって、で、皆さんもね、ぜひぜひその刺激になってもらいたいということでね、また名古屋も2冊目出されるんですね。はい、もう言ったら出さなあかんやみたいな。ということで、本当に、なんか楽しくなってきますよね。最初苦しかった部分も多少はあるんですけど、何でもそうですけど、僕 CD も出したんですよ。これ、そんな話になるかと思って、この CD も初めて出す時ですっごい時間と労力と、もうダメ出しいっぱい食らってプロのスタジオ行ってやったんですけど、でもその出来上がった時の感動とかね、なんかもうその体験がいいみたいなね、体験したことがすっごくやっぱり、だから多分ご覧の皆さんで、城村さんのお話のそのまとめになるか分かりませんけど、
あの人と比較して、あのなんかこの人よりかもっと上いっちゃろうでなかったもいいと思う。自分が自分で大切にしているものを分かってくれる人に届けるだけでも、もう自分の人生のなんか価値が見出せたみたいなね、 そんな感覚にものすごく今回ね、あのなりました。本当に出さなあきまへんって書いてくれてる歌で、小沢さん出さなあきまへんって書いてはい、あ、大人になってからなかなか、まあ、はい、会社の中では上司から叱られると か、 なんかそういうのはあるかもしれないんですけど、なかなか自分をなんか成長させるっていうか研磨させるシーンってない、なくなっちゃうかなと思った時に、やっぱり本出すっていうのはただ研磨するだけじゃなくて、その本がまた社会的に発表された時にまた新たなつながりとか喜びとかいろんな出会いが出るので、これはまたあのね、CD もそうだったかもしれないんですけど、うん、大きなイベントだなって思います。いや本当そうですね。でも、うん、もうそういう、まあ、あの本当にあの常務さん、そのたくさんの20年もそう言ってされてたら、うん、もうかなりの方々のそういう変化っていうのかな、あの出版をされた方の著者さんが、うん、もうどういうふうに変わっていったとかあると思うんで、うんうん、ね、あの今、うん、お話しされたことはもう本当に間違いないと思うんですけども、うん、なんか、うん、あの、うん、今までの思い出の中で、うん、こんなことありましたよとか、なんか思う人いてます？まあ、僕のことは前置いといて。あ、そうですね。あの、一つは今ちょっとお話で思ったのは、その本出す前のからお付き合いさせていただいていて、で、本も何十年もやってますから、だから皆さんが偉くなっていくっていうんですか、素晴らしい先生になっていくわけですよ。でも、すごい先生なんだけど、ね、本出す前からお付き合いしてるから、なんかラフに話せちゃうとかいうのは、すごいこの役得というか、この仕事も、うんうん、だすごい先生になっちゃった方もすごいたくさんいらっしゃるんだけど、出す前から付き合ってるから、私のことは先生みたいに言ってもらっちゃって、いやいや全然先生ですけどと思いながら、でもラフに話せちゃうといっぱいいるのはすごい役職だなって思います。なるほど。まあ、今日はあのなんか話する脚本、あ、それこそ本当は脚本作ってからせなあかんねんけど、今回もう脚本なしで、もうなんかその時俺できた話で流れでいきましょうって言ってやった方が面白いですね、やっぱりね。あの皆さんコメントもいっぱい書いていただいて、ちょっと待ってください、どこまで行ったか分からなくて、花の井さん素晴らしいですってコメントいただいてて、2冊目頑張ってくださいってことでありがとうございます。はい、マサさん CD も、はい、CD も出してたんですよ。体験って宝ですね。はい、あ、マサ、え、ん、ま、あ、マサルさん、私も親父ですが、今だ、え、まだまだ頑張るってことですね。はい、ですです、本当にそうです。あの、まあ、あのしで、あのよく言いますけど、死ぬまで勉強とかっていうんかな、なんちゅう、本当に人生ってね、あのいくつになってもなんかこうドキドキワクワクを忘れずにやりたいですよね、うん、それが一番楽しいですよね。楽しいですよね。そういうことで言うと、私もその著者の方と初めて会った時ってどういう本になるか分かんないわけですよ。分かんないでお付き合いするのはすごいドキドキで、はあはあ、なんか、うん、100% って保証できないじゃないですか。あのね、だってその方が理解してくれなかったらできないし、版元だっていいって言わなきゃ、いい原稿じゃなかったら、うんね、出してくれないわけですし、だ実はドキドキなんですけど、なんでもドキドキなんでしょうね、麻薬ドキドキ麻薬不倫になれてるというか、だから事件も結構あったりすることは当然あるんですけど、うんうん、まあ、それが楽しいですかね。それが楽しい。まあ確かにね、その事件って、ここであんまり言えない、あのテレビで言うと、あのピーッと放送そうですね、うんうん、そういうこともあるんですね。ありますね、ありますね。まあ、ちょっと、なんだろう、皆さんの参考になるかなってお話で言ったりすると、うん、あの、やっぱ商業出版なので、うんうん、あの、最終的に版元さんが作りたい本を作らないといけないと思うんですね。厳密にちょっと出版権とか著作権とかそういう話ならちょっとややこしいんで、ちょっと単純に置いときますと、やっぱ出版社はメーカーさんでリスクを負ってね、出すわけなので、だからこそ広がるっていうね、あの、今、ちょっとのメリットがあるわけなんですけど、まあ、ある、工程の中で、まあ、著者の方が、ちょっとこういうふうに作りたいって言い張っちゃったんですよ。そしたら、版元さんの方で、いや、その人だったら自費出版すればいいんじゃないですかって言われちゃって、みたいな。キャーみたいな。著者の方を、ちょっと出版というなっていうのをお話しして、
うん、あの、すいませんでしたってことになって、たとえ空港がね。なるほどね。だからいろいろあるんですね、うん、やっぱり。あるいは、こう、版元によっても、その、どういう原稿を書いてほしいかっていうことは、版元の特性もあるし、あの、編集者の特性もあるんですよね。うん、あと、そこに対してか、著者がどういうアウトプットができる能力があるかっていうのは、あの、普段のお仕事ではプロフェッショナルでいらっしゃってても、本って初めてだから、あと、文章が書けても、その、編集者が望む文章が書けるかって、そこもまたあったりするので、うん、その編集者からのダメ出しがきつすぎてあって、めげちゃう。書くこととか、まあいろんな事件は毎朝に言ってもらったりありますが、ねえ、うん、いやだから本当にそういういろんな業界の、うん、まあ僕らもわからない業界に初めて入ってで、うん、2年半かかって途中は、ね、やっぱり、うんライターを入れた方がいいんかなとかね、やっぱりいろんなその自分の、うん至らなさとかね、あのやっぱり波があったんですよ、うん、テンションも。でもちろんこのサロン営業をしながらいろんなその仕事をしながら合間で見て書くっていうことがあるので、うん、集中力もかけたりいろいろホテルこもったりしてやってたんですけども、あのやっぱりこう出してみた時にこれどれぐらいの方が 100% 出せるかなって思ったんですね。だから、本当に途中で諦める人もいてるかも分かりませんよね。もしかしたら書けないとか、もしかしたらその書いた内容がボツになるかも分からないってあるんだけど、そんな中でやっぱりやっと出せた本という時に、まあ、すごくやっぱり宝物に思ったんです。で今回ですね、この本ご存知ですか。ちょっと見にくいかな、これちょっとこんな、うん、なんかタイトルは自分に素直な女が結局一番うまくいくっていうね、うんうんうん、ですね、うん、これね実はね幸せの法則ということでね、今こちらにこんばんはってコメントいただいたんです。初めてこの日本女性の元気の出る会の放送を見ていただいたと思います。浜友さんっていうんですけど、うん、僕と同じ日に同時出版したんですよ、同じクローバー出版から、うん、で全くお会いしたことないんです。でなんかそれもご縁やなということで、すごくあのこの間からやり取りさせていただいてて、まあ、やっぱりこの本を出した時の著者同士の仲間の意識っていうのもまたこれが強くなったり、なんかそんな気にやっぱ思わせるご縁ってその本一つでかなりつながるなっていう気にもなったわけですね。まあ、今言われた通りね、本当に思いました。本当にあの由美さん見てますかっていうことで、はい、本当にありがたかったです。あの、出してよかったし、コミュニケーションが早いですよね、本があるって早いなんか信頼感がすごく早いですよね。普通なんかこの人僕の敵じゃないかなとかってちょっとこうやり取りコミュニケーションするときにね思うじゃないですか。だからなんか社会的信頼がこうある程度あるんかなということも思いました。本当に、うん、だってそこに本当に見えも隠れもせずに本があるということはもう隠れられませんもんね。そうなんです。よく SNS でいうあの匿名でパッと書いたりするあの攻撃性というものはね、やっぱり自分を隠してるからそんなこと書けない、だから書けるわけだけど、本はお前そんなこと偉そうなこと書いたなって逆に友達から言われても仕方ないですからね、もう全国出版になったら。だからそういうふうなことも踏まえた上でやっぱり自分の襟を正してまた生きていかなあかんということの責任感にもまたつながったというね、もう本当にまさしく、出してよかったということの方が多いですよね。本当にね、ありがとうございます。本当に、はい、ご紹介を、浜田さんご紹介ありがとうございます。ヒデさんの本も届きました。はい、今日は私して、ね、僕も届きましたんで、浜田さんはじめましてということで、まあ、こんな風にして放送中でもですね、初めてコメントの中で皆さんがはじめましてのコミュニケーションが取れるというね、まあ、この回の本当にいいところがあのやっぱり前向いてね、皆さんでこうあの刺激を持ち合いながら、元気、日本女性を元気にしていこうというのが僕の趣旨なのでね、もう本当に、はい、もう逃げも隠れもできませんってまあそういう部分では城村さんも隠れられませんもんね。あの城村さん、はい、あの編集携わってもらいましたって名前僕ね最後にあの、はい、じゃあこの本をアドバイスした城村さんもねってなりますもんね、はいそう、まあ、共犯でございます。共犯になりますよね、はいまあ、だからそうしてやっぱりプロフェッショナルの仕事を皆さんこう一緒にこなしてやってるんかなと言ってね、もう、まあ、そのご縁によってこんなんできるって本当に嬉しいなと思って改めて感謝申し上げます。この場借りてありがとうございました。いいね、はい
じゃあ、ちょっと、城村さんのちょっとお話を少しだけ、まあ、時間あっという間になってしまったけど、まあ、城村さん自身 の、 その、まあ、人生の格言というんでしょうかね、まあ、子供さんを二人育て上げられたということで、先ほどポロッと言われましたけども、まあ、どうでしょう、なんかこう、日本女性を元気にするという、まあ、一つのテーマでもいいですし、なんかこう、私の信念とか、なんか、はい、お伝えできるメッセージがあれば、時間もあと15分ぐらいになりました、あっという間に。そうですね、格言みたいにかっこよくまとめられるかわからないんですけど、私自身が、多分ですね、自由というのがテーマで、自由に生きたいっていうのはちっちゃい頃からあって、それを具現化するために今、この仕事をしてるのかなって思うんですね。だからちっちゃい時からとにかく枠にはめられるのが、えらく多分、なんでしょうね、ダメだった子供だったような気がしていて、どうやったら自由に生きられるかって言ったら、まあ、なんか責任を果たせれば自由になったりとか、何かすれば自由になって、そんな生き方をしてきた感じがしていて、で、自分が自由に生きるためには、周りの人も自由でないといけないっていうか、みんな自由に生きてほしいんですよ、私からすると。私だけ自由だとなんかやっかまれたりとか、いろいろあるので、みんな自由にしましょうよ、みたいなのがあって、ね、その一つがこの本作りでもあると私はちょっと思ってまして、本を出すってことは、今、田さんがおっしゃっていただいたみたいに、ある種こう公言するというか、自分の存在っていうのを社会の中に、まあ、位置づけてしまって、なんかコミットすることでもあるんですけども、逆に言えば、それをすることによって、自分の行動がまた広くなる。で、社会に生きるってことは、どっちにしろ、私自由とは言ってますけども、なんかの責任を果たして初めて自由になるわけであって、それがどんどん広がっていく。だから責任の範囲が広くなることが自由の範囲も広くなることかなっていうふうに私は思ってるんですけど、女性の方だとやっぱり今までの社会的な背景があるから、どうしても私なんてとか、やっぱりまあ男性社会ではあるので、不自由を感じてらっしゃる方もいるんですけど、でも、同じ女性の立場で言えば、その制約があるのは面白いじゃんっていうふうに私は思っていて、その制約を打ち破るために女性の方もぜひ本を出すってことが、一つの自由の、なんでしょうね、入り口なんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。で、女性の方で、まあ、いいんですけど、例えば、ちょっと運動に走ったりとか、なんでしょう、男性を敵対視するっていうやり方もね、なくはないし、やっぱり主張することも重要なんですけど、その主張も、やっぱり本でむしろ自分が活躍しちゃって、主張しちゃうっていうことが、うん、これからの社会において、逆に言えば社会は女性の活躍を待ってるように思うので、うん、そうやって元気になっていただけたらいいなっていうのは、私の、うん、思いです。いやもう皆拍手喝采ですよ、これ多分、いや僕本当に今のメッセージすごい届きました。まあ、昔は本当に昔っていうかな、一昔前は本当に男尊女卑で、まあ今でもそれは残ってるか分かりませんけど、僕たち、まあ夫婦でいつも言うんですが、まだあんな男性いてるんかっていう話をたまにすることあるんですよ。なんかかわいそうになってくると、まあそういうまだ考え、まだそんな頭の固い考えをしてるんやというふうなことを思うことがあるんですけども、ある種そういう男性も包み込むような力があるのが女性の力っていうふうに思ってて、なんか僕なんかもいつもかみさんに「はいはい」って言われたら終わりなんですけどね、結局今言われたその城村さん、本当にその本の中でこう表現していくっていうのはある種の、武器ですよね、これ武器っていうかな。優しい愛の武器ですよね、これ、ね、人を攻撃する武器じゃなくって、なんかこう包んであげる武器みたいなね、今鬼滅の刃じゃないけど、伝習中の呼吸とかいろいろあるけど、相手をパッとこう、はい、中に閉じ込めてしまうようなね、愛のバリアの中に閉じ込めるようなね、そんな武器になってしまうようなね、イメージがもう今ふっと今聞いてて、ね、浮かんだんですけどね、本当にぜひだからこれきっかけに、私なんかって思わず、なんか本でも、本って言ったらすごくこう、なんかね、ハードルが高く思うかからないけど、まあ、SNS でちょっとブログ書いたり、いろんな方、たくさん今いらっしゃいますんで、まあ、動画出したりね。で、なんかこう、そういうコンテンツを、城村さんに投げていただいたら、なんかこれ面白いわねって言ってね、本当にその気にさせてもらえると思うんですよ。いやもう今多分ね、今日はこの1時間ぐらいこうお話聞いててね、皆さん分かると思うんです、城村さんすっごいねスキルがね、人を見るこの分析のスキルがすごいんですよね、だから好きですよね。いやもうなんかワクワクしてますもんね。
そう、わざわざ毎回セッションはワクワクした。でもね、まあ、今でこそこうやってお話できるようになりましたけど、最初僕2年半前こうオーディション受ける側でしたから、めちゃくちゃ怖い人やと思ってたんですよ。大体こう出版業界の人って暗い人が多いというね、僕の固定概念がありまして、なんかこう文献でこう眼鏡こうかけてね、キリリみたいな、そう、すごくなんか、それでどんなプレゼンするのみたいな感じで言われるんかなと思って、そういうところから始まってるので、もう本当にありがたいね、アドバイスをいただいたおかげでこの本ができましたということで、はい、皆さんもね、ぜひぜひ、城村さんにね、何かそういう質問なんかかけたいときは、このね、ちょっと紹介をさせてもらうと、あれな、はい、まずは無料のメルマガが今回特典として、はい、はい、城村さんのこの左上の方にQR コードを貼り付けましたので見てください。はい、7日間の無料メール講座ということで、確実に出版が成功するってタイトルだったかな、7日間でお伝えしております。結構、なんでしょうね。版元の編集者だったので、今みたいに企画を作るっていうところから、本を売るっていうところから、本を売るところが自分にどうやって結びつけてくるかっていうところの、コンテンツの、なんでしょうね、全容を伝えてるメルマガになってると思いますので、非常に勉強になったという、評判のメルマガでございますので、無料メール講座からぜひご登録いただいて、入り口に入っていただけたら嬉しいなと思います。はい、ですよね。それからもう一つが無料の診断というのが、はい、あなたが出版をする意味と理由が分かる2つの質問というのが、はい、これがまた別の QR コード今変えましたので、はい、これはどんなんですか？はい、そう、占い師の先生とコラボで作ったんですけれども、4つの、タイプ別に分かるんです。たった2つの質問を答えていただくだけで、自分のタイプが4つ、どれかに選ばれまして、この使命を持ってあなたは出版をするんですよってことが分かっちゃうそういう質問なんで、うんうん、お楽しみにっていうか、簡単に2つだけなんで、楽しみいただけたらなと思います。うんうん、はあ、ちょっとこれ皆さん、ぜひ、ちょっとやってみてくださいよ。これ絶対いいと思いますよ。自分がどのタイプか、ね、ちょっと分かったりするので、そう、愛のタイプとかね、勇気のタイプとか、ね、なんか分かっちゃうんですね。はい。ぜひ試していただけたらと。ちなみに、城村さん何タイプなんですか？城村さん自身は何タイプで？勇気の優です。勇気のね。ああ、なるほど、なるほど。はい、こんばんはって、秀美さん。はい、秀美さん、こんばんはっていただきました。もうね、今日は出版の、秀美さんもね、本出されてますからね、僕の先輩でございますけども、やっぱり、今言われたこの流れ、分かっていただけると思いますよ、本当にね、素晴らしい。今日はメッセージがいっぱいです。小田さん、そうですね、責任の数だけ自由になるというのはとてもいいですね。ねえ、なんかただ単にわがまま気ままに自由になるっていうだってなかなか本当に無人島で一人で生きてるんだったら、私もね、この人がいてる社会の中でなんとか自由に生きるとなるとね、やっぱその責任ももちろん果たした上での自由ということになるね。はい、それから女性はなかなか自由に生きにくい社会。社会は女性を待ってるって素敵な言葉ですね、勇気をいただきましたって、なんかいや本当になんかこう響く言葉がね違いますわ僕なんて言葉返していいかわからないぐらいの、ね、いや本当に自由に生きにくいんですね。まあ僕男性、そうですね、まあ父子家庭で17年間ずっとやってきた中では、それがちょっと感じた部分は多少ありましたけど、なんか男性と女性の間ぐらいでこう行き来しながらずっと17年間やってきて、今はどちらかっていうと、もうこのね仕事で女性を応援してる仕事なので、本当になんかこう差別されたりした気持ちであったりというのをよく聞いたことありましたんでね、そんな中で勇気を持って頑張ってほしいなと思います。城村先生、素晴らしい方ですということで、はい、花野井さん、はい、えっちゃん、女性の自由は本を出すことなんですね、目から鱗、新たな世界へのお誘いです拍手ありがとうございます。もうえっちゃんもハッピーミラクルアーティストっていうね、前々回にね、こちらのゲストで入っていただいて、お話ししていただいて、今は、言霊っていうね、本当にハッピーな言葉を選んで人を癒すというね、ラジオパーソナリティもされたりといろいろ活躍、あ、そうだ、この本の中にもえっちゃん登場していただいてるんですよ、はい、えっちゃんのちょっと写真ちょっとだけどこだ第4章の
成功した人のっていうね、あの、はい、ここの何ページ ?119ページ。こういうのがあのちょっと明るすぎて見えない。これライティングがこんな感じで。はい、はい、いいね、はい。いうことで、まあ、あのなんか本があるとこうやってちょっと何ページ見てくださいって言われていいですね。ね、ありがたいことです本当に。はい、浜友さん、城村さんの、あ、雨風呂読んでますって。あ、ありがとうございます。雨風呂。ね、わあ、いっぱい、今日はコメントいっぱい、はい、面白そうですねって、マンサさん、ぜひ、ぜひぜひ、マンサさんも本当に本出しを、わあ、おひでさん、ご紹介ありがとうございます。こちらこそです、もういろいろとご協力いただいて、もう長年ずっとお付き合いいただいてね、ありがたいことでございます、本当に、ゆっちゃん、ありがとう。はい。こんばんは、城村先生、応援することが自分の楽しみやモチベーションアップになっています。マッキー。あ、マッキーより。どうぞ、どうぞ、城村さんから。はい、ありがとう、いつもありがとうございます。マッキーさんはどこから見てくれてるのかな、このグループの、あ、そっか、タイムラインと両方流れてますもんね。うん、私のタイムラインです、はい、ですよね、はい。まあ、ぜひぜひこうやって、こんな感じで、日本女性を元気にするグループっていうのは限定グループで、女性元気限定なんですけども、でやっておりますが、こうやってゲストの方のタイムラインで流していいということであれば流させていただくということで、まあ、どちらにしても友達申請で一緒になっている方しか見えないような形で一応いつもライブ配信をさせていただいています。毎週金曜日原則8時から9時ぐらいまで1時間ですね。で、まあ、毎週できるかどうかわからないので来週はお休みいただきます。名古屋の出張だったりしますけども、こんな感じで素敵なゲストをお呼びしてやっております。はい。ということで、ぜひ、ご覧ください。ということで、心欲しいんですけど、もうあっという間の時間でございました。最後に、ジョブさんから何かメッセージがあれば。はい。はい。女性も本を出すことによって、より自由になるという、お話をさせていただきましたが、もうメイクもね、美しくしていただくことによってさらに自由になるかと思いますのでぜひこの決め手は1ミリメイクをよろしくお願いします、はい、一緒に共犯でございますからね、はい、さん共犯、いや本当に、いやありがとうございます。最後にそんな、はい、書いていただくということでございます。いや無理やり宣伝していただいてみたけど本当にありがたい。いやちょっと待ってください。なんか、マッキーさんはじめまして。マッキーさん、あ、そっか、始めた、なんかここで交流取ってくださいね。はいはい、ともちゃんも出てくれてる、すごい。もう今日にやっぱり今日は本の話するんで皆さんやっぱり見てくれてるんですよね、これね。嬉しいですね、はい、嬉しいです。ですね、せっかくなんで城村さんにもちょっとしといてもらいたいんで、はい、108ページのともちゃんでございます、はい、古田智美さんね、日本女性を元気にする会ってのグループで、にこれ日本語教師というね、日本語教師っていうね、はい、うん、講師をされてる、はい、先生でございます。あ、お顔もすぐ見れていいですね。そうですよ、もうすぐでね見れるんでいいですよね、はい。もう素敵な話をありがとうございます。もう全ての人を紹介、ひとちゃんここに載ってます。ひとちゃん64ページ。もうなんかすごいな、そうですね、もう、はい、もう、そう、最後ですよ、フィナーレで皆さんが総出演していただきました。今日はありがとうございます、本当に、はい。2冊目の制作していますよと、2冊目の制作していますって渡辺さんが、はい、頑張ってやられます。あ、ちょっとまた後で見させていただきます。先輩ですね、じゃあありがとうございます。はい、ということでね、本当に、今日もあっという間の1時間でございましたけど、まあ、本当に、最後の最後に、うん、もう素敵なお話もありましたけども、どうでしょう、城村さんから、うん、なんか言い忘れたこととか何でもないですか、大丈夫ですか、もう何でもいいですよ。最後に子供のこと、はい、はい、ぜひぜひ、はい、子育てで今なんか悩んでらっしゃる方がいたら、はい、子供は、勝手に育ちますから愛情を持ってむしろ離れてるぐらいの方がちょうどいいんじゃないでしょうかと
思いますので、うちの子供は、はい、二人とももう結婚しまして、はい、孫が三人おりますので、この母親も、はい、無事育ちましたということで、お母さんも、はい、好きなことをしましょうというのが最後の助言です。うわでもなんかそれはいいですね。やっぱり体験されてるからよね。そうですか。子供はどう思ってるか分かりませんけど、とりあえず、別に絶好もせず、お正月にはみんな集まって、ワイワイやってますので。まあ、それなんかそういいですよね。でも本当に見守ってあげる、応援するっていうのがいいですよね。なんかあんまり期待しすぎて、近くでなんかこうずっと期待するとしたら、子供が逆にプレッシャーになりますもんね。それだったら親がね、どん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 やりたいことをね、本出してね、伝えそうですね。だから私たち子供たちが苦労してると、あ、いい社会訓練してるなと思って、しめしめと思ってましたから、あ、いい苦労してんなとか思って見てましたのでいうことです。著者の皆さん、これから頑張る人ね、うん、いい苦労してるな、しめしめ、もっとスパルタ宿題出したろうというね、今ちょっと一瞬見えたでしょ。僕もそれにまんまたハマってね、はい、ハマって頑張りましたからねはい、いうことで本当にね、楽しかったです。ありがとうございます。ということで、ありがとうございます。はい、つこさん、はじめましてということで、はい、浜友さん、皆さん巻き込んだ素敵な本ですね、ありがとうございますということで、はい、巻き込みました。最後巻き込んでしまいました。まあ、こういう展開になるとは思いませんでしたけどね。はい、いうことで本当に今日は素敵なね、お話ありがとうございました。で、城村さんの今、YouTube の方の番組の方、うん、持たれてて、そちらの方にもね、僕ゲストで呼んでいただけるということでね、はい、いうことになりましたんで、また日程が決まったら、はい、出演していただきます。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします、はい、ということで本当に今日はありがとうございました。小沢さんもね、ありがとうございました。素敵な時間でした。小沢なちこさん、ありがとうございます、はい、ということで、はい、またそれでは今度 YouTube の方でお会いしましょう、はい、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました。さようなら。